メキシコ産ウ魚ウは、両性綱、有美目、トラフ産ウ魚ウかトラフ産ウ魚属に分類される、ユーオ類。メキシコサラマンダーや、ウーパールーパーという名称も用いられる。アホロートルとも呼ばれるが、アホロートルは本種をはじめとした、養鶏成熟のトラフ産ウ魚かの総称であるため、他の種を指す場合もあることに注意。種小名メキシカナムは、メキシコの意、 アホロウトルは、トラフサンショウウオカの養鶏、成熟個体を指す、名称でもあり、アステカ文明で用いられた、ナワトル語で、水と犬を組み合わせた語に由来する。メキシコ。日本には分布していないが、飼育を経て放流されたと見られる個体が確認された、ことがある。全長10から25センチメートル。メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大でも、 全長21センチメートル。通常は、妖精の形態を残したまま性成熟する。胴体は分厚い。小さい穴状の感覚器官は発達しないが、頭部に感覚器官がある個体もいる。左右に3本ずつ、外エラがある。上額中央部に並ぶ歯の列は、アルファベットの逆、U 字状。歯は短く、指跡は扁平で先端が尖る。 水かきはあまり発達せず、中手骨や中足骨の基部にしかない。背面の体色は、灰色で、黒か四色の反転が入る。視覚情報から色素法のサイズと厚みを変え、周囲に溶け込もうとするカモフラージュ能力を持つ。飼育下では、発火古代などの様々な色彩変異が品種として、作出されている。自然下では、 水温が低く要素が少ない環境に生息し、サイロキシンを生成することができないため、変態しない。極めて稀に変態して、生態となり、陸上生活に移行する。15年ほど生きる個体もいる。植生は肉食で、匂いで探し当て、軟体動物、ミミズ、昆虫、甲殻類、魚などを加えてから吸い込み、捕食する。繁殖様式は卵生。 11月から翌1月に水草などに1回に200から1000個の卵を産む。都市開発や観光開発による生息地の破壊、乾燥化、水質汚染などにより生息数は激減している。以前はメキシコ盆地内のスムパンゴコやチャルココ、テスコココにも生息していたが、埋め立てによって生息地が消滅した。 1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書通に掲載されている。幼形成熟個体は水中のみで生活すること、飼育の歴史が古いこと、飼育法や繁殖方法が確立していることなどから、ペットとして飼育されるほか、発生学や内分泌学における実験動物として用いられることもある。 国際的な小取引が規制されているため、日本ではほぼ日本国内での飼育か繁殖個体のみが流通する。飼育下ではサイロキシンの投与や水位を下げて飼育することにより変態した例もある。以下では主に流通する養鶏成熟個体に対しての飼育の説明を行う。アクアリウムで飼育され、水性のアリオ類としては、 水質の悪化や高水温への耐性も持つ。一方、水質が悪化すると最悪の場合には、外エラが壊死して死亡することもあるため、露過などによる清涼な水質の維持、夏季の高水温への対策が望ましい。隠れ家として、流木屋は市販の隠れ家を設置し、水草を植え込む。そこ砂を敷く場合は誤飲しないように生態が飲み込めない、大きいものにするか。 飲み込んでも簡単に排泄されるような細かい粒のものにする。餌として魚類やエビ、ユスリカの幼虫などを与える。専用の配合飼料も市販されており、飼育下では専用の配合飼料だけでなく動物食の魚類用配合飼料にも得づく。協調性が悪いため、複数飼育を行う場合は、飼育頭数よりも多い数のシェルターを用意する。餌用も含めて、 魚類などを刑事内に混姻させると、外へらを傷つける恐れがある。ありがとうございます。